今回は、雷光さん、タケル雷子という新たな姿でまたも公式から恥ずかしめを受けるに対する反応集を紹介します。タケルさん法王の発注ミスとか言われてるけど、多分法王さん側も何それ知らんふってなってると思うよ。やっぱり法王様のデザイン力って神だったんだな。法王神だし、蘇生させるかくんどんなんやっけ？パラドックス雷光麒麟です。法王はキリン猫の説を押す。無難にかっこいい感じになった鉄の頭くんに対してこれはすごいよね。嫌いではないぞ。これは間違いなく一度リセットされるべきデザインだった。古来ドンもそうだけどこの無駄しかなさそうなデザインは古代感じられるから好きだよ。三犬の誕生伝説デザインをとことん無視して奇抜な造形にしていく感じ。さすがパラドックス。ポケモンの二次創作でメガ進化予想とかイフチェンジを想像して書いてた人それなりにいたと思うけど、雷光のイフフォルム想像した時に、首を伸ばそうって思った人はいないと思う。そんな姿を堂々と投下してくるあたり公式の想像力と行動力ってすごいなぁと、これはこれで割と好き。簡単な説明のインパクトが強いよ。キリンを現実のキリンと勘違いしてしまった神様のデザインしたポケモン。法王の記憶がうろ覚えだったおかげであの三犬のかっこいいデザインが生まれたという事実よ。なぜか株が上がる法王くん好き。視聴竜も最初復元された時尻尾に頭つけてるって周りにバカにされたらしいし、法王が復元する時に違和感持ってもおかしくない。アルセウスは邪神として評価だだ下がりしたのに対して三犬を両デザインで復活させた法王は評価爆上がりなの草。ちょっと奇妙な見た目ではあるけど、キリンキリン雷竜の未要素を雷光ベースにうまく落とし込んだデザインは天才だと思う。進化の過程で淘汰されるであろうデザイン。法王雷光死んでしもた蘇らせるかどんなんやったかな雷光首がたね。こうなってよかったんだよな。落ち担当という唯一神個人的にパラドックス園庭はトリケラトプス、ステゴサウルス、アンキロサウルスあたりのデザインがいいかなって。めっちゃ古代雷光好きだけど絶対万人受けしないのはわかる。元イラストはキリンとライオン合わせたみたいでかっこいいけどゲームのは完全にパラドックスキリン力。そりゃ淘汰されるわってなるデザインしてるよね。天才デザイナー方法さん。タケル雷光俺のデザインに首突っ込まないでもらえるかな。ポケモン界のカマソッソと名付けよう。ガラルジン頭が雲で首が雷のようだからこのポケモンをサンダーと名付けよう。伝説や幻のポケモンがこんなチープなデザインになるなんて。スイクン矢印髪が伸びる雷光矢印首が伸びる園庭はどこが伸びるんだろうな。園庭のハードルが上がっていく。こんなんでも一夜明けたらなんか可愛げあるように見えてきたあたり今までのポケモンの発表で鍛えられてきたなと思う。うおーすごい力がみなぎってくる。これが古代の力か。装飾前提の蝶首の先に食肉目じみた頭が乗っかってて脳がバブル。スイクンは体がごつくなって雷光は首が長くなったんだから園庭はケツで隠しろとか言われてたのは笑った。どうしてこうなった。法王含めて4神節月法王矢印スザクーネルミナも矢印青竜。タケル雷光矢印キリンまだ見ぬ園庭原部？恐竜モチーフ説もあり派なので動画内にもあったようにアンキロサウルス的な感じで動画幅広くなる？これ園庭がデザイン部門でかっこよさの唯一髪を飾る伏線なのでは？伝説のポケモンがアローラナッシーを目指すな。逆に法王がこれを今の雷光にした説。法王の株が上がるのが草。ユヌアってやで爆笑。法王君たちはどう生き返るか。スイクンウネルミナものみならず雷光まで犠牲？にそういう意味では園庭は幸運と言うべきかそれとも。あーこれシャンクスが首太くなった伏線か。奇跡ジュラルドンの衝撃以上に頭に残るのやめろ。キリンみたいな首で猫顔してるから見た瞬間キモッと言っちゃった。ごめん、ご来光。鳥頭でよかった。トリケラトプスか、プテラノドンか？エンテイ君の未来はどっちだ？ちなみに譲渡地方には長ポケモンって区分のポケモンが割といるから譲渡伝説ポケモンの古代生物としては順当なデザインだぞ。パラドックスポケモンとはこういう生物だ。アルセウスもびっくりのデザインセンス。こらですか？雷竜ってなるほどねって思ったけどじゃあもうちょっと恐竜っぽくしてくれよってなった。未来コバルオンとのデザイン格差よ。アローラナッシーとカス伝説に涙と失笑を禁じ得ない果たして園庭はどうなることやら。アルセンスは法王さんを見習え。再現に失敗したブラキオサウルスみたい。古代活性鬼すげえ。今回の放送内容をその尖りすぎたビジュアル一筆で全部持っていったの笑う。そして俺らはまだ知らない。獅子全部剥ぎ取られてヒレつけられて、ピチピチする園庭の姿を。公式イラストだと顔の印象変わって神話の生物感出て超かっこいいんだよな実機でどんぐらいそのライオンもあってなるかだな。法王たちの反応集とかいうパワーワード好き。
逆に、鳳凰が蘇らせたポケモンが普通に4足のポケモンで、こいつ電気タイプかライコみたいにしたいけど首短いな、とりあえず色だけ塗っとくか。こいつ水タイプかミナモみたいにしたいけど4足だな、とりあえず色だけ塗っとくかだった説。公式絵を見るとかっこいいぞ。鳳凰さんの慈悲で首が短くなったとかいう感じのこと言われてて草生えた。首伸びてもみんなかっこいいって思うポケモン少ない気がする。本当にそうはならんやろ。自然選択説的に首を伸ばすことに何一つとしてメリットないの好き。新ポケモン情報が楽しみで首を長くしていた我々の心情を体を張って体現してくれるポケモンの鏡。これで隠蔽がめちゃくちゃ両デザだったら笑う。初見、ダサって思ったんだけど、改めてじっと見つめてるとなかなかにかっこいいデザインであると俺だけは気づいてる。公式絵は結構イカったし、なんだかんだね。一応恐竜の雷竜にもちなんでるんだろうけど、いろいろと、どうしてこうなった、電流のなり損ない。ゲーフリは鳳凰様という最良のデザイナーを雇用しろよ、今いるデザインほんまひどい。頭くん相手にされなくてかわいそうね。でも公式の立ち絵は正直かっこいいと思うよ。またしても相方のインパクト強すぎて空気になってしまう鉄の二刀の皆さん。写真やっぱり創世神たる私がデザインしたスマートフォンが一番センスあるセウスねえ。四神はキリンじゃなくて白虎だぞ。純伝説の風格を出しつつ輪郭を調節して仕上げる鳳凰 P はさすがだな。白目。ブラキオザウルスみたいな四恐竜がモチーフなのはわかるけど、うねる源と違って顔が恐竜っぽくないから違和感がすごい。でも本音を言うと結構好き。雷光が元であるがゆえにある程度の種族値が保証されている以上、この化け物がランクマに増殖する可能性を忘れてはいけない。さすがにこのままの姿で譲渡に生きてはいないでしょ。ミナモはともかく雷光はあの首でどうやって塔入るねん。何なら鳳凰が復活後のデザイン元にした説だってある。アマルルガの元ネタのアマルガサウルスも雷竜だからな。実際10万ボルト覚えるし、どう見ても無意点ペンかましたようにしか。マサキがフュージョンで作った改作。新作で株が急上昇した鳳凰とレジギガス、そして地の底に株が落ちるアルセウス。タケルライコくんのイラスト、首の雲から上だけを顔として捉えて左側隠すとめちゃくちゃ凛々しくてかっこいい姿が浮かぶんだよな。ライコーはガチでクリスタルで一回デザイン変えられてるんだよな。これで次隠蔽が空飛び出したら俺はもうどうすりゃよいんだよ。そもそも肉食獣が首長くする必要ねえだろ。どんな形であろうが、公式には毎回毎回本当に驚かされるよ。隠蔽は動画伸びて背中に特徴が出て火山背負ってメガバクーダみたいにしよう。鳳凰が知らなきゃ誰も知らん、トリケラワクは唯一神がやんのか。上に生えてる葉っぱ食べたかった説好き。聖なる灰、実はタケルライコの首部分のの灰説。かなりデザイン好き。正統派な感じも好きだけど、こういうトリッキーな感じの方が好き。てか古代ポケモンすごいワクワクする。縦髪で顔包んで雷竜の長い首がライオン貫いてる形になるって発想はすごいいいんですがね。ミナモがティラノみたいな感じだから、タケル君はブラキオみたいな感じで、隠蔽はトリケラトプスとかみたいな感じになるんじゃないかって言われてて受け入れることができたかもしれない。皆さんは、ライコーさん、タケルライコという新たな姿でまたも公式から恥ずかしめを受けるに対してどのように思いましたか？コメント欄の方に意見の方を書いてみてください。